アルトゥール・マヌエル・リベーロソ・アレス・ディアスは、ポルトガルのサッカー審判員。2010年から FIFA フフに国際審判員として登録されている。いくつかの UEFA チャンピオンズリーグで、オレガニオ・ベンケレンサとのペアで、追加副審として同行した後、UEFA ヨーロッパリーグ2012から13で、主審を担当。さらに、彼は UEFAU-21。 欧州選手権2013予選、プレイオフイタリア対スウェーデンの出身に任命された。彼は2015年にニュージーランドで開催された U-20 ワールドカップに派遣され、準々決勝のアメリカ対セルビアを審判した。彼はまた U-17 ユーロでセルビアにて2011年大会の準決勝を審判した。2017年1月5日、ソアレス・ディアスが FC パソスデフェレーラと FC ポルトの試合に向けて、ポルトにほど近いマイヤでトレーニングを行う準備をしている際、FC ポルトのサポーターグループ、スーパードラジェスのメンバーと思われる人物から本人と家族に対して脅迫を受けた。彼はこの事件に対し、被疑者不明のまま警察に告発した。ありがとうございます。